はい、タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、懐かしのですね、沖の1丁目にあります、イトーヨーカドー西新井店の前に来ております。ここめちゃくちゃ懐かしいですよね。こんな感じで今ですね、イトーヨーカドーがありますけども、もともとがイトーヨーカドーで、屋上、今見えますけども、屋上でいろいろゲームとかですね、いろんなですね、10円で遊べるゲームとかしてやってたんですよね。で、そこで、今多分2階はですね、もう開いてないんですけども、ザ・プライスというですね、イトーカドー系列の、ものにちょっと変わっております。今日ですね、ここら辺からスタートしまして、で、ちょっといろいろですね、ちょっと回って、懐かしいところですね、ぐるっと回りたいと思いますんで、ぜひお楽しみにしててください。ザ・プライス、これ、イトーヨーカドーの鳩のマークはですね、ガーンとあったんですね。ちょっとぐるっと一周しますかね。はい、行きましょう。ちょっとそこと、あ、ちょっとやめとこう。ここら辺になんかですね、あったのを思い出されますけどね。ちょっと見せますか。よいしょ。なかなか渋い建物ですね。これどれぐらいの前に建ったのか、ちょっと見当がつかないですけどね。ザ・プライス。行きましょう。サプライズ。で、ここがですね、もともと熱帯魚とか金魚とか売ってたんですよね。ここですね、思い出されますね。で、ザイプライスの裏側ですね。懐かしい雰囲気、皆さん見えてますかね。ちょっとあんまり角度からですね、悪いと全然見えないので、ちょっとあれですけどね、こんな感じでございます。屋上でよく遊びましたよ、皆さん。屋上でですね、ゲームとかいろんなですね、なんか水でやるゲームとかですね、乗り物のゲームとかでよく遊びました。ザ・プライス、イトーヨーカドーですね、鳩のマークそびえてました、当時はですね。じゃあ行きましょう。で、こっち行くと関原の方なんですけども、ちょっと皆さんにですね、ちょっとお見せしたいと思います。この前あんまり、なんだろう、上すぎてあんまりいい角度じゃなかったんで、で、こっちの方にですね、歩いて行きましたね、当時。当時歩いて住みましたわ。チャリンコを買ってもらえなかったんで、歩きですね、終始。で、思い出としては、友達と2人乗りをして、警察にですね、注意された、怒られたっていうのをですね、覚えてますよ。友達と丸越まで行ったんですよね。それで注意されたんですよ、警察に止められて、巡回してる、ああ、違う、交番の人かな、怒られちゃったんですよ。その思い出がありますね。小学校かな、中学校かな、行きましたね。でも扇の人がこっちまで行くっていうのがですね、本当大冒険なんですよ、当時。
旭信用金庫ですね。これ元からありましたね。こんなに立派になりやがってって感じがしますけども、あんまりこれ下すぎるとあんまちょっとですね映んないので、もう広角にちょっと撮りたいと思いますよね。私はちょっとですね、あんまりなんだろう、耳がちょっとあんまりですね弱かったんで、よく田沢耳鼻咽喉科ってとこ行ってたんですよ。でその田沢耳鼻咽喉科はですね、今もう多分ですねもうないんですよね。そのいいですね おじいちゃん先生が亡くなってしまわれて、でもうですね存在しなくなってしまったんですよ。それでもう、息子さんもやってたんですが、この蕎麦屋行きたいんですよね、この蕎麦屋で関原3丁目ですね、ここですね。はい、前も通もう何回も撮ってますけどね、これ懐かしの雰囲気ですね、激渋でございます。夏ですね。時間がまだですね今10時、9時50分ぐらいですかね。うん、着物田沢耳鼻咽喉科どこ行っちゃったんだろうな、あれ忘れちゃったよな。もう多分なんかその隣にね駄菓子屋があったんですよね。皆さん覚えてますかね。ちょっとですね、まだ時間があるのでちょっといろいろ回りたいと思ってるんですけども、これ平沢呉、服店激渋のですね。暑くなってきたぞ。まあいいんですけどね。ちょっと一回ここは止まりますか。でそこに建物が建っちゃったんですよね。マンションなのか、なんか会社なのかしわかんないですけどね。これですねカズン、懐かしいですね。ここはですね2階がゲーセンだったんですよね。マレーツでよく友達と何回か行きましたよ。ここで足立区のですね、扇とかですねそこら辺に住んでる人は、こっちまで来るとなんだろう、この大冒険なんですよね。当時ですね子供の小学校とか中学校の時っていうのはもう本当に遠くに来たってイメージなんですよ。今だったら本当にもう自転車でもう10分もかかんないで下手したら行けるのに、当時の小学校5年生6年生まあ4年生もそうですけども、もう本当に大冒険なんですよ当時ですね。それを思い出されます。カズン、もともとはですね、マルエツでございました。行きますか。いろいろですね回って見てみたいので、ちょっと一旦ですねまた逆の方向行きますか。昨日これ平沢ですね、例のちょっとこっち行きましょうか。これ関原、通りですね、関原通り。この目印はですねこのなんだろう、タイルみたいなところですね、これが目印ですね。で、これタイル何があるかというと、これがあった方がなんだろう、熱くならないらしいんですよね。このタイル関原通りのこのタイルあると、あのアスファルトと違って温度上昇が抑えられるんですよね。なので、なんかいいって言われてます関原通り。まあこの前ちょっとですねあんまりちょっと、ちょっと角度が悪かったんで今
今日はですね、ちょっと角度、いい角度かなと思うので、ちょっとですね、これもう撮ったら見るしかないので、方法的にですね、もうちょっとなんだろう、もう確認しようがないんで、まあ、本当だったらこの状態で撮って一回スマホに入れて見返せば多分おおよその綺麗さ、あ、角度とか見直せるんですけど、ちょっとそこまでちょっと労力ないんで、私のですね、だからそこまでしてやってないですね。まあ一応そういう感じの動画でとりあえず撮るっていうコンセプトで私やってますんで、まだ清和信用金庫ですね。ハラミ、総合職に過ぎた、もつにひとみさん、なんか声が関原通りですね、渋いですね、関原通りのこのザ看板、若林、ここで関原通りがちょっとゴールみたいなんで、もう一回ぐるっと行きます。ちょっとですね、一回失礼してですね、よいしょ、行きましょう。はい、関原通りスタートします。全然もしスルーしてもらって結構ですんで、入り船、釣り道具、これがちょっとメインになるかもしれないですね。メインになって、あっちの方がサブで行くか。とりあえずですね、多分さっきこの前の角度が悪かったと思うんで、まあちょっといろいろですね、回りたいところも回りたいんで、激渋のところはですね、時間がまだ大丈夫だ、これって戻ってくればいいか。よし、時氏徳一郎商店、明治11年、古いな、玉うどんそばやってんな、こう玉うどんそば、七中制服取扱店、七中の管理課がここは関原通り、ちょっとね、うまく角度が悪いと、この前は多分サブちゃんになると思いますけども、
ちょっとうまく撮れないとですね、全然ダメなんで、完璧じゃねえか。自分の予想ですけどね、あくまでも。まだ、それは10時になってないのか。おい、何やってんだよ。はい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 、角度がね悪いと、これ共栄軒ですね、中華料理共栄軒さん、公営軒じゃないですよね、公営軒のあのデカ盛りのやってんのかな、ここ。まだまあ時間が10時前なんて開いてないですけど、美容院有名なコロッケ、野菜コロッケ、野菜コロッケ35円、宮原さん、焼き鳥1本65円から、めちゃくちゃ安いですね。まあ一旦ちょっとここですね、今はまだ商品出してるまだ最中なんで、ちょっと行きますか。もうちょいで終わりますので、関原通りを、走っております。これだけ走ればね、本望ですね。西新井栄町、もうここで終わりですかね。結構ね、関原好きな人はですね、喜んでいただけたらな、喜んでいただけたらじゃないかなと思います、カラオケ居酒屋ののかさん、居酒屋よりみつさん、居酒屋くらさん、スナックじゅん、しるまんまじゃん、スナック純、川上紹介、うっつ、危な。はい、ではここで関原通り終了なので、ちょっとこっちから攻めてみますか。さっきのところぶつかると思うんですよね、どっかで。ちょっと行きますか。はい、ちょっとこっちの商店街的なところにちょっと参りたいと思います。多分ね、おそらくね、ぶつかると思いますよ、こっち来ればですね。草村米店さん、
なんかでかい、住宅ですね、高い住宅みたいのがありますけども、小菅刑務所みたいな感じの、なんか無機質な感じですけどね。まあ新しい住宅ですでしょうね、おそらく。おお、梅田ですか。梅田ですね。ちょっと行きますか、こっち。はい、一番軒、これも渋いな。ラーメン一番軒手打ち、これここはちょっと渋いですね。ちょっとこれ今度要チェックですね。この足立区立亀田小学校前ではですね、手打ちラーメン、ここも渋い学校だな当時の。まあ夏っぽいですね。このぐらいの季節でしたね、当時の夏は。私が小学校ぐらいの時はですね、もう猛暑ってなかったんで、まあ、これぐらいの暑さですね。セミが鳴いててわさわさという時代が思い出されますね。当時の雰囲気がまさに味わってるような状況ですね。今から 3,40 年前の感じですね、雰囲気的に。関山通り、ここだ、間違えちゃった、こっちだ、間違えた。ここの通り出るとさっきのとこ出るんですね。はいはいはい。おお、ココス中野村、ココス中村渋いな。うーわ、この八百屋とか超渋い。わあ、これはいいな、この空間めちゃくちゃイージーな空間で、すごいいい空間。うわー、渋いな、渋すぎるわ。天茂、はい、関山通り、渋いな本当に。はい、ではですね、関山通りと関畑通りの、角にあるですね、宮原さんで、あとでちょっともし買えるか分かんないですけど、いただきたいと思います。安いです。